強結晶とは、同一結晶格子内に存在する二つあるいはそれ以上の溶化していない分子によって構成される結晶性物質である。これらの分子は、水素結合などを介してつながり結晶化している。強結晶とすることで、溶解性や水和安定性などの物性が改善されたという報告が多々ある。特に南洋性の薬物に応用することで、 溶解度を向上させることが期待されている。溶解性を改善する手法としては塩を形成するという方法もあるが、塩は海力がなければ形成できないため、適用範囲の広さにおいて強結晶化の手法が優れる。強結晶を作成する方法としては、蒸発法やスラリー法、粉砕法などがある。特にスラリー法は、 強結晶をスクリーニングする際に便利な方法である。粉砕法は、目的化合物が、溶媒に溶ける溶けないに左右されないため、他の方法では得ることが、難しい強結晶を得ることができる。強結晶の物性は構成する、化合物及びその素性比に依存するため、他の方法では得ることが、難しい強結晶を得られる粉砕法は、物性の改善に有用であると考えられる。 FDA,2013,Guidance for Industry,http:/www.fda.gov スラッシュダウンローズスラッシュドラッグススラッシュ GUIDANCES スラッシュ UCM281764.pdf ありがとうございます。